はい、伊勢健二です。本日はですね、先ほどついに発表になりましたエアロフォンプロのご紹介をしたいと思います。ほい、というわけでこちらがですね、ローランドから発表になったエアロフォンプロでございます。まず外観をね、紹介したいと思います。前のエアロフォンと比べると少し大きめのサイズになっています。もうこちらの製品はプロ専用のと言ってもいいぐらいのです製品になっていて、全部が、プロ仕様になっているので、めちゃくちゃ機能が詰まってます。ではですね、まずは外観を見ていきましょう。ではですね、外観ですが、まずはですね、こちらが前の AE10 エアロフォンのこれまでのフラッグシップモデルですね。これと比べるちょっと大きめですね。やっぱりこんな感じです。手元はちょっとここの部分ですね。ここは少し幅が狭くなってます。そしてこのモデルの一番の特徴なんですけれども、このセンターにですね、こうやってパネルがついていて、なんかね、ちょっとかっこいいでしょ。こんな感じですね。でそれ以外はキーの配列とかもそこまで大きくは変わってないんですけど、一番大きいのはですね、ここに大きな、ここですね、ここに大きなですね、スピーカーがついてます。見えるかな、これですね、ここ、これ、ここと裏側にもですね、ここに、なのでこっから直にね、あの大きな音が出てきます。でこのスピーカー、あの前のエアロフォンよりもだいぶ大きな音出ます。なので、前のだとちょっと物足りないなっていう方はですね、これでも結構いけるんではないかなと。そしてですね、いろんな端子を見ていきましょうね。ここに USB が刺さります。これタイプ C ですね。そして、こっち側はねないんですけど、今度は逆側いきましょうね。ここ、まずはMIDIコントロールオンオフです。そしてここがフォン端子、そしてこれが、Bluetooth のオンオフがわかる LED ですね。そしてこっち、こっちが、電源ですね。電源、これがついていれば、あのここに LED がつきます。そして今度はアダプターの挿すところですね。そしてちょっと行って見づらいんですが、こうやって見えるかな。ここにね、あの、出力があります。オーディオ出力があります。で、これはですね、皆さん勘違いする人多いんですけど、前のエアロフォンもそうなんですが、こちらステレオ端子です。なので、普通のね、ギターのシールドとかを、あの、そのままバーンって音も鳴るんですけど、ここはステレオなので、フォンジャックを挿してください。で、ここですね、こっち、最後、次はここです。ここにミディが、なんとですね、ミディ端子がつきました。もちろんインとアウト、両方あります。ね。そして、今回はですね、これ、ここをぐるぐるっと回すとですね、ここに電池ボックスがあるんですね。で、あの、このネジがついてるので、ちょっとめんどくさいです。めんどくさいんですが、これでパカッて取れることがなくなりました。そして、さあ、こっからですよ。操作のところですね。この丸いやつありますね。これね、これあの、いわゆる鍵盤でいうアフタータッチっていうやつなんですけど、あの、これで、うーとか、こんな感じ、そんな、あの、スイッチになってます。で、その後、ここ。見えるかな？これ、これですね。これがベンドですね。ほら、こういう感じで、上、下になってます。そして、今度は、まあ、これが、あの、サムフックですね。そして、こちら。これが、メニューボタンで、プラスマイナス。まあ、これは右行ったり左行ったりですね。そして、よいしょ。こっちですね。これ。これが、まあ、音色変えたりとかね。そういうのに使います。で、ここに、大きなディスプレイがつきました。これはね、すごい見やすいです。あとでね、これは、あの、表示させてみます。そしてこちらがオクターブキーですね。オクターブキーは、全部で5、まあ、
真ん中のオクターブと上に2つ、下に2つ。なのでこれで5オクターブ分出ます。とまあそんな感じでしょうか。そして次です。次はですね、こちらに行きましょう。この電池ボックスの横ですね。横に、これです。今はですね、現状カテゴリーを選ぶセレクターになってます。これをこうピッ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 って、こう、カチカチと行くと、カテゴリー、例えばストリングスだとか、ブラスだとか、カテゴリー分けされているので、音色のそれぞれのところにすぐ行けるようになってます。そしてこちらですね。管楽器プレイヤーとしてはとても嬉しいんですが、トランスポーズ。こうやってね。今これ多分 E フラットになってるかな。これあの、今アルトサックスと同じ位調の状態になってるよというふうになってます。だあの、これがですね、B フラットにすれば、ソプラノサックスとか、トランペット、あとは、クラリネットですね。で、まあもちろん C にすればフルートとか、そういうのと一緒だし、あと F、F にすれば、ホルンとかですね。あと A にするとですね、クラリネットのアーカンとかですね。あと G にするとアルトフルートとか。そんな感じでですね、あの、それぞれの楽器のプレイヤーが調整すると吹きやすいということになっております。あ、そうそう。あと、これ、ここにね、カテゴリーが書いてあるんですね。こうやって。見えるかな?こんな感じですね。今、初期設定では、このカテゴリー、この順番で、これが、設定されています。これ確かに変えられるはずですね。というわけでですね、じゃあ今度は、実際にこれ電源を入れてみましょう。ここにですね、電源を挿して、そして、さっきほど言ったんですが、これが、ステレオフォンジャックって言うんですけど、ここには2本黒いところ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。見えるかな?ここですね。ここに1本、2本、2本黒い線が入ってますね。これがステレオです。ギターとかのシールドはね、ここの下の方のね、線がね、ないんですよ。なので、それじゃなくて、このステレオノースがつなげてください。これをここに挿します。これでね、準備 OK でございます。そして、じゃあ電源入れましょう。電源をここをですね、入れて、入れました。そうするとね、こうやって LED がつきます。そして、ローランドのロゴが出て、こういう風に音色が出ます。これさっきまでちょっとね、いろいろやってたので。これで、まず、この、ここにさっきやったボタン、ちょっとね、見えづらいかもしれませんが、これで、こんな感じで音色を切り替えていきます。で、さっきの、このカテゴリーのやつですね。これで、ほら、カテゴリーで、見えますかね?上のカテゴリーが変わってってるんですね。ウッドウィンドから、これは、ブラスウィンドかなに変わってますね。そんな感じで、こうやってずっとコロコロっと変わってきます。で、シンセのリードから、ハードリードから始まって、ずっと行って最後はですね、パーカッションみたいな感じになってるんですけど、実はこの後にユーザーのエリアがあります。で、そのユーザーのエリアはですね、これでは今いけないので、この、カテゴリーのところで iPad を使って、そういうのの設定ができるんですけど、それをしておけば、そのカテゴリーにくるくるっといくといけるようになります。次行きましょうか。この、こっちのメニューですね。メニューを押すと、よいしょ。メニュー画面に入ります。これはね、私が設定しましたので、チューニングが441とかになってますけど、これは、最初はですね、440になってます。で、これ、で、ここで、こういうふうに、項目をね、選んでいって、こんな感じですね。で、たいとこに着いたら、もう一回このメニューを押すと、こうやって、こんな感じで書いていきます。さあ、先ほどのですね、フォンジャックの話なんですけど、今日はね、私が使っているのは、こちらの、こちらですね、
これが、ステレオのさっきのね、言ったフォンジャックですね。こっからズルズルっと行くと、先がですね、こっち、ここら、これですね。2本の、これは、2つの XLR、キャノン端子のオスです。みんながよく使う、マイクのシールドの逆側とかマイクじゃない側、ミキサーとかに突っ込む側ですね。で、これがですね、LR になってて、どこかに、ここに書いてあるんですけどね。見えないか。こっちが L、こっちが R。ね。これ、ステレオで言ってるので、が L と R に分かれます。で、これを、こう、ミキサーに、シャコンと刺すと、刺して、パンをですね、左と右に振ってください。振ると、ステレオで音が出るということになっております。さあ、そんなわけでですね、まずは初回はですね、このエアロフォンプロの外観と雰囲気をちょっとお伝えしてみましたが、実はもうね、しばらく使っておりますが、とってもですね、心強い楽器と言えると思います。ここからですね、しばらくちょくちょく小分けにしてですね、エアロフォンプロの魅力をお伝えしていきたいと思うので、ぜひぜひご期待ください。本日は誠にありがとうございました。